なんじゃ。せっかくわしが会いに来てやったというのに。まあよい。それよりこの衣装はどうじゃ。うむ、よく覚えておったな。褒めて使わず。これはこの前の衣装を改良したのじゃ。なぜならこの前の衣装を主が可愛いと。って違う。別に主に可愛いと言われたからではないぞ。うむ、それなのじゃが、わしは魔法の力を身につけようと思う。この前の服を着た時に聞いたのじゃが、魔女を模した姿になると魔法の力が宿るというのじゃ。うむ、形というものは魂を宿すというからの。きっとそれがわしの御霊を熱くさせるのじゃ。そしてわしは魔法少女になるのじゃ。西洋の魔女は人の心を操ると言われておるらしい。なればわしもこの姿で主の心を操ってやろうぞ。ではまずわしの頭をなでなでしてもらおうかの。うむうむ、よいぞ。では次に抱っこするのじゃ。うむ、それでよい。次は肩車をするのじゃ。うむうむ、高いの高いの。よし、次はわしの部屋をきれいに掃除するのじゃ。どうした主よ。わしの魔法が通じておらぬ。すまぬ、調子に乗りすぎたようじゃ。わしはただ主と一緒にいたくてだな。そんなことは。いや、もちろんそれは嬉しいのじゃが、魔法が使えぬと困るのじゃ。もしや御剣使いである主だからこそということかもしれぬのではないか。主以外になら魔法が通じるということもありえるのではないかの。そうなのじゃが、それはその。お話し中失礼します。町に魔がつきが出たという報告が。うむ、仕方あるまい。参ろうぞ。超マジバクマジマジカルクのへの魔が付きであれば大事ない。それよりも。怖いよ。これこそ泣くでない。怖いよ怖いよ。安心せい、化け物どもはわしがみんなやっつけたぞ。
そなたはもう安心じゃ。ありがとう、お姉ちゃん。よいよい、家まで送っていってやろう。一人で帰れる。そうか。わしはあの子の心を救えんかった。確かに命は救えたが、しかしあの子はこれからずっと満月期の恐怖に苦しめられるに違いあるまい。わしが魔法を使いたいと思ったのは、あのように満月期に襲われた者の怯える心を救いたいと思ったからなのじゃ。魔女は人の心を操る魔法が使える。ならば恐怖を打ち払い、代わりに夢や希望を与えることもできるのではないかと。当然じゃ、民を守るのが御剣の役目じゃからの。じゃがせっかくのこの衣装もあの子の心を救えぬのではな。この気配は、うむ、この方向はあの子が去った方じゃ。間に合ったか、小僧、早う逃げ。そう、すまぬ。わしが不甲斐ないばかりにまた怖い思いをさせてしまった。しかしもうすべて倒したからの。もしまた出てきてもわしの誇りにかけてそなたを必ず守ってやる。だからもう泣くでない。わかった。うむ、良い子じゃ。きっとお主は強くなれる。あんな化け物などに負けぬほどにな。わしの言葉には不思議な力があるのじゃ。だから信じよ。うん。あの子の心は救われたじゃろうか。だったら良いのじゃが、所詮は偽りの魔法じゃからな。そうなればよいがの。でもまあよい。それまではわしも今のまま全力を尽くすまで。主よ、そなたも力を貸すのじゃ。では差し当たっておんぶを頼むぞ。わしは疲れたからの。うむ、ではよろしくの。超マジバクマジマジカルクの変。